先生いつもありがとうございます。こちらこそです。子供が20代前半うつ病の診断から3ヶ月、今は過眠と日大変動で朝は動けずから夕方に回復、食欲はあります、やる気が起きないため夜になると明日は大学へ行かないとと言いながらも翌朝はやはり無理ですと、本人も気落ちしてしまいます。何とかしたいと思っている様子が見えたりします。でもスマホやテレビを見て過ごしています。今は回復過程にから仕方ないというふうに伝えていますと。とはうつ病と診断される前の子供に甘えるなと怒鳴ってしまいました。うつ病を理解できない夫に理解してもらうべく手を尽くしましたが、喧嘩になり他責で私もかなり責められました。以前からこの人はおかしいという人もありましたと。受診を促しアスペルガー存在型家族に向けてのものと診断されましたと。とは謝ってきましたが、子供には拒絶されたままですと。改善したいと別の病院を探しているようですと。一人でケアをしていたら自分の状態が悪くなってしまいました。子供と食事を一緒にとるとたくさん美味しく食べられるのに、一人の時は美味しくなくあまり食べられません。早朝覚醒もあり 4,5 時間しか眠れません。4年前うつ病を患っていた時の病院で抗不安薬を処方していただき、夫とは距離を取るようにしています。この先どうしたらよいのか分かりません。頼れる人はいません。孤独です。メンタルクリニックではカサンドラ症候群のためカウンセリングを進められていますが、子供の方が気がかりですと。はい、ありがとうございます。まあ、無理もないことだと思うんですよ。この先どうしていったらいいか分からないっていう状態になってるのもね、何が無理もないかというとですね、課題がごちゃごちゃになってるんですよね。3人の方の課題がごちゃごちゃになってるんですよ。つまり息子さんの課題とご主人の課題とご本人の課題っていうのが3つごちゃごちゃってなっていて、3人の課題は実はそれぞれ別の方の課題なのに、その別の方の課題をこの方が全部一人で考えようとしてると絶対ですねうまくいかないんですよ。なので今悩んでいることは誰の課題なのかっていうことを一度整理してみられた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。お子さんのうつ病とかお子さんが学校に行けるとか行けないとかっていうのは基本的にはお子さんの課題ですよね。自分自身の病気とどう向き合っていくのかとか、大学をこれからどういうふうにしていくのかとかっていうことは、もちろんその判断を一緒に考えてあげたりとか、回復に向けての手伝いっていうのをしてあげることは構わないと思うんですけれども、やはりこれ自体は我々がですねどうするのがいいのかとか、どうやっていくのがいいのかとかっていうふうに考えてもですね、最終的にはお子さんの持ち物ですよね。子どもの未来に関して言うと、まあ、心配なことは分かるんですけど、基本は子どもが自分で決めていくべきことだというふうに一度切り分けた方がいいと思います。もちろんそれに対してどういうふうな援助をしていきたいかとか、どんなふうに接していきたいかっていうことは質問者の方の課題ではありますけどね。でご主人に関してはこれ余計そうですね。ご主人がうつと診断される前のお子さんに対して怒鳴っちゃって、その結果お子さんから拒絶されていると。でさらにですねアスペルガー存在型というですねちょっと古めのですね病名をつけられてですね、お前の接し方が悪かったんだと言ってですね、まあ、今現在はですね、医者とご家族からダメ出しをされていると。でそれに対して、まあ、多分後悔とかね反省をされてるんだと思うんですけど、謝って改善したいと言ってるけれども、まあ、いまいちご家族から受け入れてもらえてないという状況ですよね。こういうふうに、まあ、自分の子供に対する接し方が間違ってたのかな、自分はちょっと人とは違うのかなというような、こういう、まあ、事実というか指摘を受けたご主人が、じゃあそのアスペルガー存在型云々であったり、自分のね過去にひどいことを言っちゃった息子とどう向き合っていくのかっていうことは、これ完全にご主人の課題なので、まあ、これねご主人に任せとかないと仕方がないと思います。ご主人がその自分なりに改善の道を進まれると、改善のための努力をされるというその努力のですね結果だったりとか、努力で改善までにかかる時間がねどういうふうに質問者様の目に映るかというのは、これ質問者様の課題なので、長い目でねご主人の姿を見ていってあげようと思っているのであれば、それはそれでよしですし、距離を取ろうというふうに思ってらっしゃる質問者様の今現時点の方針ももちろんそれで OK なんだと思います。ただ距離を取るということとか、改善に向けて努力をしているという姿を見ていくとかっていうふうなことがあったとしても、で仮にですね気分が変わって、ご主人のことも支えてあげようというふうにしたとしても、結局そのことによって
ご主人の行動とか、まあ、言葉遣いとかっていうものが希望通りの方向に変わるかどうかはこれは分かりませんね。なので思った通りの結果にならなかった時にご主人との付き合い方をどうしていくかということを考えるというのは、実はこれは質問者様とか息子さんの課題になるということでもありますよね。最終的に実はこれ僕一番気になっているのは、質問者さんが実は一番ですね考えなければいけないことは、今現時点でのご本人の体調ですよね。心の調子、体の調子ですよね。息子さんと一緒じゃないとご飯が食べられないんだ、早朝覚醒が起こってるんだ、まあ、前向きな考えは持てないんだ、これからどうしていっていいかわからない、途方に暮れてるんだとかっていうような、心の問題、体に起こってる症状の問題とかどう管理していこうかということに関しては、質問者さんはが自分自身の課題として受け止めないといけないことですね。つまり今のご自分に起こっている症状とか悩み事自体はですね、質問者様が自分の課題としてその改善に向けてできることをやっていこうというふうに、最もこの時点で質問者様が向き合わなければいけないのはご自分自身の病気としての面ではないかなというふうに思います。これは抗不安薬で治療するのが適切なのかとか、うつ病の既往があるようなので、実はすでにうつ病の再発のサインがあるようであれば、それをきちんと治療しなければいけない可能性もありますし、もちろんカサンドラ症候群ですよね、発達障害のご家族の方と、共に生活をするという中で適応障害を起こされたという側面があるのであれば、それを今後どのように向き合っていくかっていうですね、ご自分自身が自分の病気とか自分の悩み事にどう向き合っていくのかという、自分自身の課題に目を向けられるというのが一番ですね、解決には近いと思いますし、まずはそのご自身の問題から手をつけていくというのが、ここから先ねやっていくべきことなんじゃないかなというふうに思います。ご質問も長かったですけど、回答も長かったですね。はい、ありがとうございます。初見雅彦の動画。夜になると覚醒しだして頭の中が多動になり、寝れないのではなく寝たくないことにより睡眠時間が 3,4 時間になってしまっています。睡眠が大切であることはわかるのですが、寝ることがストレスです。気持ちの切り替えをするにはどうしたらいいでしょうか。日中は動かざるを得ないので疲れが取れません。ASD、ADHD と診断され、睡眠障害もありで、インチュニブを処方されています。はい、ありがとうございます。ASD、ADHD があるということなので、まあ、こういった感じの方に、まあ、おすすめできることがあるとすれば、自分だけでやらなくてもいいと思うんですけれども、一日の流れというのを、目で見てわかるように、スケジュールとして書き出してみるっていうね、さから、夕方そして寝るまでの流れというのをですね、こんな風に一日生活行動するよっていう風なものを、まあ、一度ですね棚卸ししてみられるっていうことがおすすめかなと思いますね。 ASD 的な要素がある方であれば、スケジュール化してしまってルールに落とし込むことができれば、そのルール通りに行動したくなるという方が結構おられたりするので、まあ、寝たいか寝たくないかということは別にして、例えばなんですけど、夕方9時7時になったらご飯を食べるようにするとか、7時以降になったら電気を暗めにするとか、9時以降になったらテレビの画面を消すとか、10時以降になったらスマホは充電器に挿して裏を向けておくとかっていうふうなことをですね、こう目で見てわかるような形でスケジュールとして設定してしまって、このルール通りに自分が行動できないだろうかどうだろうかということをですね、まあ、毎日の中でこう確認しながらチェックしていくというふうなやり方をしてみられるとですね、寝たいから寝たくないからっていうですねモチベーションに頼らずに戦していきやすくなるかもなっていう気はしますね。でただ ADHD 的な要素があったりとかすると、そもそもこういうスケジュールを作るというのが苦手であったりとか、そのスケジュールをきっちり実行していくっていうのが苦手であったりとかするので、まあ別にきっちりすぎるような実行の仕方をしなくてもいいとは思うので、まあその分 ADHD 的な要素が多少はあった方が良いかなという気もするんですけれども、ちょっと今日はスケジュールどうなってるのっていうふうに確認をしてくれるような方が周りにいらっしゃったりとか、あるいはそのリマインダーなんかを設定して、今はスマホを消す時間ですよというふうに知らせてくれるというような、まあ、スマホそれこそねの機能なんかを使いながら、ルールとスケジュールというのに落とし込んで、なるべく目で見てわかるようにというふうな形も併用してやってみられると、まあ、ひょっとしたら夜になったら寝たいか寝たくないかということに関わらず寝る準備というのを始めやすくなるんじゃないかなという気はしますけどね。
まあ、これあくまでね一つのアイデアなので合わなかったらごめんなさい。はい、ありがとうございます。